おマジで来ます。ほいということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速マンション見てこう。え、待って、ハートマークあったね今。ほら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 、2人。待って、あとはよし、今回は2人ハートマーク。どうかな、新たなカップルと。お、ミラさん。ほう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 、ミラさんに恋の予感。切ない。誰ですか相手は。私、クマちゃんもマルシロも好きなんです。え、どっちに告白すればいいでしょうか。どうやったっけ。どっちも大丈夫やった。ハルシロさんは結局ダメやったんやっけ前回。クマちゃん、クマちゃんって結婚せんかった、気のせいかな。あれ、どうだったかしら。とりあえずじゃあハルシロさん行きますか。どんな感じで告白したらいいですか。ね、可愛く必死にロマンチックに行こう。告白する場所はどこがいいでしょうか。音楽堂、教室、浜辺、屋上で。その前に着替えた方がいいですかね。可愛い系で行った方がいいかな。今ちょっとねパリッとした感じやん。ノースリーブ、寒っえ、寒。メイドさん、いやーもうこのまんまでいいかな。このままでいいですか。なんかちょっと普通っぽい服がそんななかったはい、じゃあこのままでいこう。では勇気も出して告白してきます。いってらっしゃい。え、来るよね。あ、まさかの。その日結局あの人が来ることがなかった。マジで。これはショック、めっちゃショックなやつ。さすがに攻めてきてほしいよね。つら。リベンジはリベンジ、リベンジはしないっすか。振られちゃいました。マジかー、つらいつらい。なるほどね。このピーナッツでも食べて元気出してよ。そんなもので元気出るかどうかわからんけど。どう。まあ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 、結構美味しかった。ピーナッツでお腹半分も膨れるってよっぽどやけどね。どんだけ食っとんっていう。さあ、それじゃあ、あと一人ちょっと希望。え、ほのかちゃん。めっちゃ悩んどるけど。お。マジで来ます。プロポーズ行きます。逆プロポーズや、逆プロポーズ。よし、どこで頑張ろう。プロポーズするのがいいでしょうか。遊園地行こうか。その前に着替えた方がいいですかね。どうかな。もうちょっとラフな格好ないかな。あ、十分あるね。ざっくりニットと短パン、これぐらいかな。で、帽子はいらない。はい、これで行こう。これでプロポーズ成功したら、ほのかちゃん、2回目の結婚ってことやろ。いいね、おめでたいね。私のことも考えているときに、今だ、と、アイズを送ってくれますか。よし、頑張ります。それでは、プロポーズに行ってきます。観覧車楽しみね。こういう格好おしゃれよね。あんませんけど。よし、考えて。どうしたの？お腹が水で満たされてる。トイレに行きたいということかな。遊園地楽しいね。そういうことかな。なんか連想ゲームみたいよね。とりあえず1回目成功。よし、来い。今回はね、ほのかちゃんの再婚がかかってるからね。初雪と一緒だからかな。順調じゃない？ちょっと。調子には乗らんようにせんといかんけど。これ結構ストレートに行くんじゃない？1回も失敗せずに。しかも結構早く行けてしまうのでは。降り出す前に行けたりとかするかな。ほら、何、眉技を押せばいい感じに。もうすぐこれてっぺんぐらい。さあ、もうほのかちゃんのことだけ考えればいいと思うよ。何、時間がもうないの。私と結婚してください。ほら、ストレート、ストレート。しかもほのかちゃんのことを考えて、喜んですぐぐらいに
ポン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 って感じでいけた。やった、めっちゃいいやん。てっぺんでプロポーズ、なんか成功したんじゃない？ぽくない？今降りうるところよね。おかげさまで、プロポーズに成功しました。めちゃくちゃおめでたいよ、はなかちゃん。いやー嬉しいね。実用品大人スプレーをもらいました。私たちはまだ子供なので結婚できません。ほのかちゃん大人になったり子供になったり忙しいね。大人になれるのですが。はい、使います。ありがとうございます。まああれよね、コナンだってさ、なんか映画になったら急に新一に戻ったりするやん。そんな感じよね。それではよろしくお願いします。この二人は身長高くて似合っとるけんいいよね。あ、なんかめっちゃお似合いな感じ。大人になれました。うんうんうん、もう子供じゃないんですね。そうだよ。それでは結婚式も挙げてきます。わあいいね。やったよやったよやったよ。おめでたい。いやちょっとね、前回別れの季節とかになってしまったけんさ、いやこれ以上増えたらどうしようと思ったんよ、別れる子たちが。だけどよかった、今回めでたい。ほのかちゃん今度こそ幸せに。なんか髪の毛紫系率高くないっすか？ほらなんか明るい紫とちょっと濁った紫みたいな感じ。親族だから。いや親族じゃないんだけどね、全然。おめでとう、二人とも。良きだね。ほのかと初雪の新婚旅行in イタリア。スタート。ミラノドゥオモ広場です。ミラノドゥオモ広場。はい、チーズ。いいね、いいね。モデルさんみたいよ、ほのかちゃん。トレビの泉です。はい、チーズ。はっつけてる。そしてそれを見守れ初雪さんっていうね。はい、チーズ。あー、ちょっと早かった。めっちゃ足にロケットでもついてて飛んで生きよる時みたい。あ、楽しかった。よかった。これお土産です。ほいほい。お宝、革の手袋をもらいました。ありがとう。これからも夫婦ともどもよろしくお願いします。こちらこそ。レベルアップ。それじゃあ道具で何がいいかな。バレエ、ルームランナーで。はい、どうぞ。道具、ルームランナーをプレゼントしました。私、白蓮のことも心から信頼してます。次はちょっと白蓮さんが幸せになる番かな。ね、みんな結婚まで頑張っていただきたい。なんか友達が増えた。紹介だよね。喧嘩、うわー、燃えてるし、マジか。燃えてるところはちょっと、あ、ここは大丈夫。ほら、リックくんとカートくん大丈夫。よし、誰か紹介しよう、紹介。あゆなのとっくりさん、お久しぶりです。どこに行ってたんですか？いや、カートくんなんか身長高くなったら若干違和感が。ヤマトに恋人がいたら、ほらほらほら、紹介来たよと思うのですが、だからヤマトくんに紹介されすぎじゃない？ユニポンとくっつけるのはマジでユニポンじゃん。はぁ、いいと思うよ。それでは二人も合わせてみます。ヤマトくん今までね、何人も女の子に会ってきたけど、ちょっと違うなみたいな感じになっとったけど、ユニポンちゃんはどうだろう。とりあえずめっちゃ盛り上がっとるよ。もしかしたらここでユニポンちゃんの新しい相手が。ああ、アスムトの復縁が遠のく。あ、でもスーンってなったね。あ、今回もダメだったのね、ヤマトくん。なるほど。だってここ最近だけでもヤマトくんって2回ぐらい紹介されてない？一応友達からぐらいの感じかな。まあでもこれでユニポンちゃんにちょっとね、候補が。今日はありがとう。ついにね、ユニポンちゃんもこう紹介されるような感じに。まあ今回はダメだったけれど、そのうちくっつくかもしれない。まずは友達から始めるようです。それは全然ありだと思うよ。彼
メラに向かって笑うのが苦手です。わかる。なんかね、笑いよるところを勝手に映していただきたいよね。はいチーズとかより、なんかもう改まって、はい映すよみたいな雰囲気になるのは苦手。はい、お子様ランチでもどうぞ。大人になったけれど。いやでも大人になってもさ、パッと見てお子様ランチって普通に美味しそうよね。まあ、子供が大体好きなものを集めとるけん、そりゃ美味しいやろうけど。なんか友達マーク。あ、もしかして部屋分かれた？はい、じゃあ、りっくん。誰か紹介したりとかしないですか？ YouTube。レイアールとハットが喧嘩もしたままです。お、仲直り。いいね、いいね。うん、仲直りさせて。私もさっきちょっと様子をチラッとだけ見てきたんやけど。燃えとったみたいやけん、近づかん方がいいかなと思って放置しとったんよね。仲直りさせられる？お、お、これはいい感じじゃない？ほらほら、落ち着いて、落ち着いて。ダメ、マジで？何のうんうんだったんだ、ダメじゃねえか。ね、落ち着いて、ね、うんうんうん。ダメなんかい。まあそういうこともあるよ。頑張ったよ、りっくんは。仲直りさせることはできませんでした。まあでも、りっくんが悪いわけじゃないけんね。よく失敗します。今のがまさにそうやったんかな。はい、ミックスジュースでもどうぞ。いただきます。ほいほい。結構美味しかったようです。お、よかったよかった。はい、そして友達マーク。お、ペッカナさんや。はい、入ります。さあ、どうした？友達の輪を開く、大丈夫っすか？台湾に友達も紹介したいのですが、友達紹介ね。陸も紹介するのはどうでしょうか？いいと思うよ。今ちょうどね、友達関係で友達同士で喧嘩しとって悩んどるけんね、新たな交友関係広げていくのいいと思う、りっくん。世間話。わかりました。ほいほい。では二人も呼んできます。はい、自分の部屋に呼ぶんやね。男の子二人、こんなラブリーな女の子の部屋に呼ばれてもね。なぜって感じやけど。喫茶店とかで話したらいいのね。何？気が合わなさそう。ああ、ダメっぽいな、なんか。めっちゃ喋りよるけど。はあ、友達にもなれず。まだ友達にはなりませんでした。まあ、お知り合いにはなったから、ここからきっとなんかね、仲良くなっていけるよ。卒業シーズンですね。ね、もう3月、卒業といえば、レミオロメンの3月9日、私あれ歌ったけど、ほんとめっちゃ、よかった。いただきます。ただ3月9日がさ、普通に土日とかやって、休みやったけん、その日に私家でぼーっとしながら、あー3月9日やな、今日。みたいなことを思いよった。その後やったけんね、卒業式が。卒業式で歌うのに全然3月9日じゃないなーって思いながら。まあでも学校大好きやったけん、全然いいんやけども。ほい、そして、ナダーさん。ここじゃ。寝てるー。は。おはよう。あゆなのそっくりさん、ずいぶんご無沙汰ですね。お久しぶりです。新しい服が欲しいです。お、イメチェンだね。イメチェン、衣替え。どんな感じがいい？ジャケット、あ、これ合うよね、絶対。はい、どうぞ。あ、でも黒の方が合ったと思う。いや、これはこれでありかな。すごく気に入ったようです。よかった、よかった。一月くらい、一人で過ごしても平気な性格です。マジで結婚したんやけん、一月も一人で過ごしたらいかんよ。ちゃんと奥さんと過ごしてあげて。いただきます。はいはい。どうすか。まあまあ美味しかった。よかったよかった。レベルアップ。はい、それじゃあ道具で、何がいいかな。
はい、どうぞ。道具、本をプレゼントしました。せっかくだから遊びませんか。お、遊ぼう遊ぼう。一人で過ごしても平気っていうのに遊びたがるんやね。ミーモザイククイズ。モザイクがかかってるミーは誰なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな。はい、スタート。モザイククイズ素直じゃないタイプのやつ。第1問。第1問。これは誰でしょう。チャーリーさん。答えはチャーリーでした。女の子ではないでしょう。モザイククイズ第2問。第2問。ででん。これは誰でしょう。リミちゃん。答えは今ちょっと舌を噛みかけた。リミネでした。モザイククイズ最終問題。最終問題。ででん。これは誰でしょう。翔太くん。答えは全員わかりやすかった。翔太でした。わかりやすかったと言いながら最後違ってたらどうしようと思った。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。はい、それじゃあ一番大きいので。お宝縄跳びをもらいました。ありがとう。はい、それじゃあちょっとみんなに募金を募りに行きたいと思います。ハートマークとかないね。 OK。 はい、それじゃあみんなに募金を募ります。さあ、じゃん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 入れてって。みんな結構いい感じにおしゃれやね。今のところこう変な格好の人は映ってない。大丈夫。今日は 27,100 円集まりました。ありがとう。そしてひるいち。タキシードだよ。もうタキシードいいやん。ニューよニュー。ヒルイチで売られるのって結構ニュー多いよね。買います。なになに。タキシードのおまけにブランコ絶対いらんやん。タキシード買うような人多分ブランコ必要としてないよ。はい、そしてミーニュース見てこう。引き地になりました。ミーニュースをお伝えします。お願いします。本日第3回クロワッサンマラソンが開催されました。あれ、なんか呼吸するのがクロワッサンとかそういう。クロワッサンマラソン優勝したキャラメルさんには、あ、そういうこと。1年分のクロワッサンが贈呈されました。2人そうじゃない。惜しくも2位のダーリーさんは。え、だってさ、水の代わりにクロワッサンが置いてあり、やっぱりそうなんや。パッサパサやんとコメントしました。飲み物と一緒に置こう。街の身に聞きました。今ランニング中なんで。いや、カップ麺とかそういうドライ系じゃないけんさ、みんな大変ですね。確実に腐るよね。はい、多分一時のミーニュース、もう1週間2週間ぐらいしたら腐るような気がする。はい、ありがとう。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、なんかね、夫婦が別れては新たな夫婦ができの繰り返し、埋まるんかな、ちゃんと一軒家。